よ俺なんか。こんにちは、中華そばです。今日は僕の特技、循環呼吸を披露したいと思います。循環呼吸って何のことかというと、音を出しながら出してる間に息をするという超人みたいな技を見せたいと思います。わかりやすいように一つの音をずっと伸ばしてて、僕がひたすら吸っていくというのを取りたいと思います。スケールとかそういうの吹きながらとか曲でも使えますので、例えば8ビートをずっと刻んでる曲面だとか、こういう感じで、たまにそういう曲って吹奏楽とかであると思う。まあこういうのが使えれば楽ですよという話です。まあこの循環呼吸でどういう風にやってるかっていうと、簡単に説明すると、ほっぺとかにこう息溜めるじゃないですか。こうやって膨らました状態を作って、これのまあで出てくる空気、これまあ吐いてる息じゃないですか。これと同時に吸う、これをまあ楽器つけてやると、でそこにもうちょっとこう吐いて空気を混ぜて、これでも切れないようにするために結構難しいのが、吐いている息の2分の1の時間で吸わないと結局音が切れちゃうので、それが大変なポイントですね。ぜひお試しください。重音についてちょっと紹介したいと思います。一般的な吹奏楽の曲とか、まあ、皆さんがよくやるような曲ではあまり使われない奏法なんですけども、現代曲のチューバのソロの曲とかで、まあ、使われる奏法ですね。バイオリンとかにもあるんですけど、チューバは声と楽器の音を同時に2つの音程を鳴らしてハーモニーを作れる奏法です。まずチューバの音、単音だと、ここに、まあ、歌だけだと、これを同時に、こんなような感じですね。で、今のは歌とチューバを同じ音程でやったんですけども、これの音程を変えていく練習をします。声の方の歌い方とか音色を変えることで、いろんなサウンドを作り出すことができます。まず普通に。これをちょっとこう、シラブを変えていくと、高い声で歌うと、
下もここをもっとこの上のなんていうか上あごにつけて、それでめっちゃ息を吸うみたいな感じ。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。